ここからは今日発表の感染状況を詳しく見ていきます。今日は県内で新たに295人の感染が発表されました。300名規模の陽性確認で非常に高い水準でございます。県内のピーク時に近い状況が続いておりまして、これなかなか一回この水準になると追いかけは進めておりますんで、しばらくは高止まりが続く可能性があります。場合によっては上昇ということも十分考えられますので、警戒を強めていただきたいと思います。感染者の内訳は新規または調査中が157人、既存事例関連が138人です。そして居住地見ていきますが、松山市が依然最も多く158人、全体のおよそ半数となる数字です。そして松山市に次いで多いのが西条市の40人、次いで今治市が34人となっていますけれども、新規または調査中がこの西条市は6割の24人、今治市はこちらですね、34人の8割を超える28人と心配な状況です。そして松山、西条、今治の3つの市だけで感染者全体の8割近くを占めています。このほか新居浜市と西条市で、新居浜市と四国中央市で20人に迫る数となっています。感染者の年代は20代が56人、10歳未満が53人と50人を超えています。また10代、30代、40代もそれぞれ40人前後と、40代以下の若い世代で感染者全体の8割を占めています。昨日感染が確認されたクラスターは3件でした。松山市の高齢者施設と職場内でそれぞれ1件、そして西条市の福祉施設で1件です。そして今日は県内の12校が休校または学年閉鎖、学級閉鎖となっています。